身体意識を高めるというのが大テーマになっています。で、小林陵侑選手のバランスの取れた緊張感、心と体と脳が非常にバランスが取れてスッと飛んでる、そのスッと起き上がってきて地面に立って、はい、卓球やってみてください、きっと心のわさわさ動く自分、脳がこうして足こうしてとこもってしまう自分とかね、体どっか部分だけ力使って、一番多いのはどこかな、手打ちかな、腕で打つ打ち方して背中がこう丸くなったりね、背中で打ったり、でもこの形で打ったら絶対背中って動かないんですよ。筋肉はもちろん連動してますから使ってるけど、こう丸くなったりこういうふうに動かないの、まっすぐ綺麗。それがやっぱり世界の最高級のプレーヤーの、卓球のプレーヤーの中で見ていくとそうなってるです。それでいろんなゆとりがありながら、特に前回でも言ったかもしれない、孫エイシャさんの、孫エイシャ選手のプレーは伊藤選手がものすごく上手に、ああやったりこうやったりして変化球出してても、ちょっとね間をちょっと、それも後ろじゃない、ちゃんとどういうボールでもちゃんと落ち着いて取っちゃう、これがこの元の体勢なの。それがあるからゆとりが出てくる、ゆとりがある。ところが1から10まで力が入ってる人もいる、手だけに力入ってる人がいる、頭だけに入ってる人がいい、あるいは何だろうな、心の思いがなんか体の隅々まで行き届いた身体意識を持って飛ぶ姿は緊張感に満ち溢れているが、満ちているが力は入っていないので、見事な美しさを表現しているんですね。ここでね、力が入ったらもう、まあ、申し訳ないけどあちこち力入ってる動作って、まあ、言葉で言うと汚いんです、ね、スッとしててスッと外の力が抜けてしなやかな感じに見えるけれども、隅々までタラーンとしてないで、きちんと神経行き届いている姿が美しいんです。でそれがあると、卓球の最後ラケットを持って打つでしょ、打つところはしなやかにいくでしょ、だから最後のところにキャッと力入れてしまって全部に力入るでしょ。そうすると、まあ言い方が悪いけど、まあいい卓球、綺麗な卓球、いいねいいねと思うのと違って、なんだかね、力入ってギシギシしてて汚い卓球だねと、こういうふうな表現も言えないことはない。でそれを力いっぱいやることがいいとか、部分でいらっしゃるんですよ。こう打つときはここの筋肉を使う、こう打つときは肩こう使って、腰を回して筋肉をこう使ってってね、まあ、アープでも最初に来た人がそう思って来る人もいらっしゃる。違いますよと、運動は一つです、一つ流れてます。筋肉の動きが部分で動くことはない、これはもうずっと昔から言ってるんですけど、この、 人間国宝の糸を持って動かしていく、なんて言うんですか、人形浄瑠璃、人形ね、これも前一番最初アープ発表した時から言ってる言葉なんですが、もうすごく上手に動く、さすがに人間国宝だな、もう感心して見てたら、その方に取材があって聞かれました、インタビューで、どうやって手を動かすんですかって、コツを教えてくださいって言われたら、足の指ですって言われたの、足の指だけ動かしています、手は置いてるだけだ、指でこういろんな動作が、だから足とこの指がつながってて、この人形が動いてるって言われて、まあ、私もその通りだろうと思うんです。絶対にそんなここだけでやることはないんですよ、クチュクチュってね、その通りなんだ。国宝級の人は足から出てくるから、例えば市内でこうパッと打つとしても、本当に上手な人はわーってきて、普通も行っちゃってるとこ最後にパッと、あれゆとりです。芯だけ置いといて、あと柔らかくしといて、一番もう遅いタイミングでポンと、
市内あるいは県が落ちるんですよ。落ちるというかね、もう落ちる振り切るというのか。だから早くこうラケットが出てくる人って意外に、手だけで打ってたりして背中でこう打ったりして、やっぱり硬いです。基本的にゆとりを持つ卓球をしとかなければ、結局はボール、卓球っていうスポーツは一球一球違うでしょ。こう飛んでくるボールが、それスピードも違うし、スピンも違うし、方向も違うし、高い低いもあるし、短い長いもあるし、いろんなボールが来るのに対して一つの形で打てるはずがない。いつでも新鮮に新しい自分がそこでやっていかないと、運動でいうとね、成り立っていかないんです、本当の意味で。でもまあフォア打ちだけやってて、クロスだけで打てればいいわ、パックだけでいい、これはもう惰性でやってるから一応入るけども、一球一球一球違ってくる、飛んでくるボールがね。それに対して自分はこの身、この自分の身を一球一球それに反応させてあげながら、そして最後ラケットを持てますから、ラケットを通して打っていく、そういう、ゆとりゆとりのなんて言うんだろうね、心、頭がないと、体、状態、それを可能にしてくれるのがそれなんですよ。